はい。えー、それでは10月29日の3問に入ります。今日は詐欺ですね。A は第三者 C の詐欺により、A 所有の土地を B に売却し、B は全有価質の D に売却をし、移転登記もなされた。 その後、詐欺を原因として AB 間の売買契約が取り消された場合、A は D に所有権を主張できる、ルかツかという問題ですね。この問題を考えたい方は一旦動画をストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題の内容をご確認ください。で、答えは、丸ですね。詐欺による取り消しは、取り消し前の善意無過失の第三者には対抗できません。 で、え本詞っていうのは、第三者 C が全意有価質っていう状況なんですね。問題文を振り返ると、C さんが A さんを騙して、で、A さんは騙されてこの土地を B さんに売っちゃったと。で、B さんはその土地を D さんに転売した。D さんは詐欺の事実を知らなかったけれども、それに対して落ち度があった。有価質は落ち度があったっていう状況ですね。 で、D さんが善意無過失であれば A さんに対して所有権主張できるんですけども、今回有過失なので D さんは A さんに対して所有権主張できないんですね。逆を言えば D さんが有過失だから A さんは D さんに対してこの土地は自分のもんだっていうふうに主張できるんですよ。なので今回の問題文 A は D に所有権を主張できるっていうのは丸になるということなんですね。 で、そしてこの問題なんですけども、解説をそのまま覚える方いるんですね。この解説っていうのは、詐欺による取り消しは、取り消し前の善意無可欠の第三者には対抗できないと。このルールをそのまま丸暗記する方いるんですけれども、それだとですね、すぐ忘れちゃって実力ってつかないんですね。きちんと理解することが重要なんですよ。で、今回、特別にどのように理解をするのかっていうところをお伝えいたします。まず、A さんについては詐欺を受けているからかわいそうですよね。 また、それを落ち度なく知らずに買って、その後取り消された場合、第三者 E さんもかわいそうですよね。今回 E さんにしいるのは、あの D さんっていうのはさっき善意有価質だったので、落ち度がある場合なんですよね。だから今回ちょっと別の事例で、落ち度がなくて知らない、つまり善意無価質の場合を考えてます。それが E さんだったということですね。なので、ここが E さんになって、ここが善意無価質になるという事例です。 でそうすると A と E どちらがかわいそうかって考えるんですけども A さんは詐欺を受けたものの騙される側も多少悪いですよね落ち度があるわけですよ騙される方にも多少落ち度はあるわけですね一方で第三者 E さんっていうのは善意無過失ということなので全く落ち度なく知らない状況なんですよそう考えると A さんは多少は落ち度がある E さんは全く落ち度ないじゃあどっち保護しますかって言われるとやはり 無過失の E さんを保護するのがやっぱ妥当ですよね。だから過失なく何も知らない E さんを保護しましょうっていうふうなルールにしているわけです。これをまとめると、詐欺による取り消し前の第三者が善意無過失の場合、善意無過失の第三者、今の事例で言ったら E さんですよね、は保護されるんだ。つまり E さんは所有権を主張できるんだっていうふうになるわけです。言い換えれば、この第三者 E が、 悪意もしくは有価質の場合っていうのはこの第三者 E は保護されずに A さんが保護されるよっていうことになります。まあ、今回の問題文、D さんは有価質だったので、 保護されません。A さんが保護されると。詐欺を受けた A さんが保護されるっていうふうになるわけです。まあ、このようにやっぱ理解しながら学習すると、勉強って楽しくなりますので、ぜひですね、理解しながら学習していきましょう。で、実際個別指導ではこのようにわかりやすく、また楽しくですね、理解しながら勉強できるようになってますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。で、個別指導の内容については、この動画の下の概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらの方からご確認いただければと思います。で、問い2ですね。 クーリングオフに関する問題です。で、クーリングオフ入る前になんですけども、まだこの動画のチャンネル登録してない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンですね、そちらを押していただいてチャンネル登録していただければと思います。では問題に入ります。宅建業者でない飼い主から、クーリングオフによる売買契約の解除があった場合で、 この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、売り主 A が手付金を受領しているとき、A は手付金から違約金を控除して返還することができる、丸かツかという問題です。今回、売り主 A は、宅建業者とは書いてないんですけども、宅建業者 A と考えていただければと思います。 で、答えはツです。クーリングオフによる契約解除では、医薬金とか損害賠償請求っていうのはされないんですね。つまり、売り主 A っていうのは、宅建業者でない飼い主に対して、医薬金を請求したりとか、損害賠償の請求とかってできないんですね。手付金をそのまま返さないといけないということです。 手付金をそのまま全部返なないといいいとととけうことで,すで、す今回問題文は、手付金から違約金を控除して返還することができるとなっているので、この部分が誤りだということですね。で、控除して、これの意味なんですけども、この意味、わ、えー、かりますでしょうか控除してっていうのは差し引いてっていう意味なんですね。つまり、手付金から違約金を差し引いて返還することができるって書いてあります。 例えば、手付金100万円預かって、医薬金が30万円だったと仮定したら、問題文の内容だと、A は100万円から30万円を引いた70万円を返還すれば OK だっていうふうになるんですね。でも、これは間違いで、医薬金、これ控除することできません。医薬金請求できませんので、手付金100万円をそのまま買い主に対して返してくださいねと、返さないといけませんよっていう内容です。で、3番、開発許可ですね。 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平米であるものについては、常に開発許可は不要である。丸か罰かという問題ですね。答えはツです。市街化調整区域は、そもそも市街化を抑制する区域、まあ、できるだけ建物を建てさせない区域ってことなんですね。でそのため、市街化調整区域については、まあ、どれだけ小さい規模であったとしても、原則開発許可必要なんですよ。 できるだけ建物を建てさせないので、そんなところ開発行為されたら困るわけですよね。開発行為するってことは結局はそこに建物を建てるということなので、開発行為をする場合っていうのはちっちゃい規模であったとしても、これ開発許可が原則必要になりますよという内容です。従って300平米の開発行為であったとしても、まあ、原則許可は必要だということですね。 ただ、これは理解が必要なんですね。単に常にっていう言葉から判断して、もう誤りだってするのは、もう本試験の時に間違える可能性が高いです。また別の引っ掛け問題であったとしても、やっぱり引っ掛か,かる可能性って出てくるんですよ。この常にっていう言葉がなかったとしてもですよ。違った言い回しとかで間違ったりする場合もありますので、ちゃんと理解する必要があります。で、その点については個別指導で解説していきます。で、開発許可が必要かどうかを問う問題が出たら、これはもうサービス問題って思ってください。 この個別指導で教えている答えを導くプロセスっていうのがあるんですね。で、これを知っていて、それを使えるようにしたら、これ必ず得点できるんですよ。なので、この点を理解していただければと思います。 で、えー、個別指導値上げまであと2日です。えー、分割払いの分割回数を増やして支払いやすい内容となっております。えー、個別指導の詳細は動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。また明日お会いしましょう。レトスの小野でした。